何やってんのそこで。静かにして、今王子くんが来るの待ってるから。あれは何？私の上靴。なんで？だってまずは名前を覚えてもらわなきゃいけないじゃん。いやだからって、上靴のちょっとしたゴム部分に書かれた名前から恋が発展することがあるか。だってうちのおばあちゃん、いい男がいたらとりあえず靴落としとけって言ってたよ。あんたのおばあちゃんシンデレラな。っていうか、あんなところに上靴があっても違和感なだけでしょ。確かに。ほら、通る人も迷惑してるし。うわー、私の上靴。ここが王子くんが委員会終わりに通る唯一のルートなのに。仕方ない、自然に見えるようにしつつ、これをこうして。事件現場？